パシフィックさん、やまびこ8号さん、ポップマスターさん、ピルコル、ローマ字のマサさん、ユーシャンさん、ハンタ山下さん、虹色さん、アマットーさん、ありがとうございます。ちょっとなんか BGM 変えたりしてかけようかな。ね、明るいは恒例の挨拶でよき、本当よかった。バンクーバーさん、クラッシャーのぶさん、アダさん、アンちゃんさん、ベクポワさん、トゲありがとうございます。コージ A さん、ミッチーさん、ありがとうございます。ポニーテール、ありがとう。今日はそうちょっとくくれ直して、さっきポニーテールです。触覚くるんってなってて可愛い、ありがとう。ケンスケ、ちょっと取れてきたけどザッキーさん、ムラチーンね、豆柴さん、もうあさってライブですよ、早いことにね、楽しみ。ブチありがとう。バリンチュさん、キュイーンさん、まゆまゆさん、いらっしゃい。スコールさん、プチありがとう。お、暑くて今年初の半袖、暑かったよね、あんちゃん。マレーさん、いらっしゃい。あ、ムラチン、ブーケ10個もありがとうございます。ありがとう、すごい、10個も。リッキーさん、こんばんは。わー、自転車乗ってたら目に小さい虫が入ってパニック、わかる。なんか私も何回かなったことあるぞ。大丈夫だったの。おひつりさん、園原隊員さん、プチありがとうございます。え、強おばばさん、スリッパで退治、めっちゃ強ない、すごいね。 G をゆうきさん、かげちゃん、ありがとうございます。わたしんさん、いらっしゃい、ありがとうございます。コロボ、明日出かけるから聞いておきたいけど、明日の配信も22時頃。そうやね、明日は特に遅くなるとかいう予定はないので、まあ急に入るかもしれんけど、通常通りだったらいつもぐらい、今日ぐらいできると思います。お、ポブマスターさん、おめでとう、岡田奈々さんのソロコンサート、すごっ、当選って。あやたか、千葉さん、ありがとうございます。あ、ストリートくん、おめでとう。なんだこれ、つなごうか。ああ、あれ、これ変わっとるね。はいはい、Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Storyto君, Happy birthday to you. おめでとう。わーい。おめでとうやで。いつもありがとう。あ、ロッピーさん、猫のひなこちゃんもお誕生日、お誕生日おめでとう、ひなこちゃん、おめでとう。てるてるさん、ブーちゃんさん、こんばんは。トゲ、プチ、ありがとうございます。ようちゃん、ありがとう、こんばんは、ありがとうございます。まさみうらさん、あんちゃんさん、ありがとう、嬉しい。わっ、ケンスケ、美味しそう、水出しアイスコーヒー、え、手作りの飲みたくてってすごくない。神谷さん、あ、神谷さんになった、中さん、小さなマーシャルのアンプありますよ、これちゃんとアンプになるんよ、ちっちゃいけど、ちっちゃいからコマーシャルって言うらしいよ、これ。フジモンさん、セミ、ありがとうございます。リュウセイさん、こんばんは、ありがとう。お、ムラチン、プチと777回訪問、すごっ、ありがとう、良い数字じゃ、ありがとうございます。
それは結構違うね、あやたか。明日映画見に行くんですが、トップガン見るか五等分の花嫁。結構違うね。どっちも見る予定なのかな。それはどっちかがあの 4DX とかだったりするのかな。すごい、どっちも気になったよな今。あ、左目になんか白いゴミが入っちゃった。いやいや、なんか大きい白いゴミが入っちゃった。目ずっとしばしば開けてたら。しげさんいらっしゃい、ありがとうございます。ちょっと鏡で見させてもろて。取れた多分。なんかこの間さ、遠征行ってた時とかさ、ほんとこっから飛び出るぐらいの長い白い毛みたいなのがさ、遠征中にね、つい 目の中こうついてて、え、なんかおるんやけどと思って、こっからこうやってピーって引っ張り出して、目からもうすごいのがついとったんですよ。痛い痛い。おさぴーさん、かわいいじゅか、ありがとうございます。今日もわーい。しげさん、ヤッシーパパさん、カペさん、石高さん、ありがとう。明日も晴れ、今日より暑い。あ、そうなの。夏だね、もう。そうかそうか。まあ梅雨もちゃんとね、訪れてくれたら嬉しいけど、これ梅雨すっ飛ばされたら水不足になっちゃうね。お寿司さんいらっしゃい。ひろくん、お仕事からお疲れ様。ストリートくん、ありがとう。ジョコも、ありがとう。ありがとうございます。たくさんいただいて。ケンスケも、かわいい。ありがとう。オッキーさん、こんばんは。昨日の最後の恋愛サーキュレーションって、歌ってた早口言葉みたいじゃない。うん、早口言葉みたいにしとんやない、歌詞も。塵も積もれば大和なでしことか。ね、ポンタさんいらっしゃい、ありがとう。おひつりさん、バラありがとうございます。サカピーさん、あ、いいな、スタバのメロン美味しかった。結構メロン果肉とか入っとんかな。アンジュビオレさん、ありがとうございます。嬉しい、アンジュビオレさん。あ、ナオさん、ニサさん、見たよそれ、ツイートで。めっちゃ良さそうだったじゃん。そうよ、あのカルストね、コーヒー飲めるんですよね。なんかあんま行ったことないんやけどね。あ、肌寒かった。やっぱ全然ね、山の上だから寒いか。でも天気良かったやろ、めっちゃ。エイジさん、セミありがとうございます。カズアットマークさん、こんばんは、ありがとう。あ、あやかさん、いえいえ、いつもありがとうございます。カイさん来てくださっとる、ありがとうございます。海道線五郎さんいらっしゃい。まみしばさん、セミありがとうございます。ひなほちゃんの持ってるデビ悪魔はひなほちゃんが購入したものなの。そうだよ、ちょうどあのなんか中ん、なんか予約して、予約しないと買えないやつやって、でめっちゃ可愛いしと思って、なんか3ヶ月ぐらい待った気がする。ほんで買いました。予約して3ヶ月後に買えた。トップガンは IMAX で見たいですって。あ、いいね、音とかすごいもんね、 IMAX。 お、ヒロくん、今日白 T ですか。今日の T シャツ見てほしいんだけど、こういただいた T シャツで、はい、こちら。カサゴ、カサゴ T シャツいただいたんだけど、これありがとう、素敵よこれ。もうライブで着ようか迷ったんだけど、これほんまにカサゴ好きよ。ありがとうございます。ありがとう、エイジさん、もう取れました。あ、コロボ、その曲わからんかもしれない。トリプル A さんの曲か、
すまんね。あやかさん、あ、さくらんぼありがとうございます。嬉しい。あら、ありがとうございます。ドナルドさん、セミありがとう。セミしてくださって。おひつりさん、ハートありがとう。あ、バリンチョさん、早くない？ありがとう、フルしてくれとった。ありがとうございます。ありがとう。おいでファンタジー、好きさミステリー、君の若さ隠さないで、不思議したくて冒険したくて、誰も。ありがとう。おひつりさん、ハートありがとう、たくさん。そうだね、園原さん、そうなの。 CD 化とかにはされてなくて、ふわラブとかね。そうなん、いつかこう、そうなの、 CD とか出せるってなったら入れてほしいな、真っ先に。ふわラブと青空ね。むらちん、セミありがとうございます。ユッキーさん、セミありがとう。あ、ほんと？梅雨前線は鹿児島の南にあるけど、なかなか上がってこないみたいで。お、鹿児島はじゃあちょっと梅雨入りしてるってことかな。サカピーさん、飲んでみたい、それ。果肉たっぷりなんだ、そのメロンのやつは。ムラチン、めちゃ払い叩いてありがとう、ありがとうございます。すごヤマピホやろ、ダイワスカーレットめっちゃ見てるって。そう、なんか横向いてるよりこっち向いてる方がなんか安定するんや、なんでか。ヒロくん、プチ、明日もお仕事ファイトやで、頑張って。グッチ、フジモンさん、いつもフルありがとうございます、嬉しい。ヨッピーさんもフルありがとう、ヨッピーさん。ユイさん、こんばんは、ありがとうございます。ティデイさんかな、ティデイ、ティデイさん、こんばんは、ありがとうございます。伊藤さん、今日もありがとうございます。そうなの、カサゴなの。めっちゃ面白くないこれ、ナイスー。ワンガンさん、セミありがとうございます。今晩はギガミックマックを食べました。もう箱からでかくてすごかったです。え、今やってるんや、ギガビッグマック。え、ビッグマックにギガって相当大きいんじゃないの。サトシさん、ありがとう、今日もいらっしゃい。え、そんな笑ってもらえるなんて嬉しい。これいただいてありがとうございます。カサゴで。プレゼントで送っちゃダメなものとかありますか。生ものとか日持ちしない食べ物とかはいただくまでに賞味期限が切れてたりするのよね。だから、嬉しいんですけど食べれなくなるかもっていうところですかね。ありがとう。ぬくもりさん、プチ、ありがとうございます。アマトーさん、セミありがとう。今日も飲んだんですか、メロンフラペチーノ。ちょっと終わる前に飲まないとね、本当に。カサゴなかなかにマイナーな魚。確かに私なんかカサゴが好きって昔ね言ったような気がするんよ。それを覚えててくれたんかな、多分。あの岩のね、岩の方が近いところでね、結構ちょっと落として釣りをしてたらね、一回ねめちゃくちゃ大きいカサゴ釣れたことがあって、もう 3,4 年前だけど、もうこれぐらいかな、網、ほんとタモとか網使わないと取れないぐらい大きいんでカサゴ取れたんですよ。これね、写真ね、あの前の携帯にちょっと置いちゃってもうないんやけどね、
そうなの、見て欲しかった。もうほんと大きかったよ。その携帯もさ、あの釣りしよる時にさ、海釣れた時に反動で海に投げちゃったというか落ちちゃって、携帯が、今私携帯2台海の底にあるんだよね。ほんまに何をしようんだと思って。 BM さんこんばんは、ありがとうございます。え、そうなんだ、カサゴっていろんな呼び方あるんだ。カジラとかアラカブとか、あ、ホゴは聞いたことあるな。アラカブとかっていうの、へえ。ユージさん、アントワーヌさん、え、見覚えある、この T シャツ見覚えある。オサピーさん、音符ありがとうございます。お、いいね、ヒロク、かっこいいですね、ナイキ T。 ケンスケ、オババさん、フルありがとうございます。ノブさん、フルありがとうございます。星屑散りばめた空に君へ届けと願う私の歌、ああ聞こえますか。ありがとう。いいよね、君空奇跡。ムラチン、流れ星に音符ありがとう、タコさん。髪切った、なんか短いって。え、髪短い、後ろに全部折るからじゃない、髪が一つだからじゃない、ゆいさん。ローマ字のマサさん、フルありがとうございます。ありがとう。トゲセミ、ありがとう。トゲ、今日もお、ムラチン、ラブレター、ありがとう、たくさんいただいて、ありがとう、ありがとう。タカプリさん、こんばんは、ありがとう、タカプリさん。おばばさん、さくらんぼ10個もありがとうございます。嬉しいね。オカムさん、いいやろう、カサゴ、嬉しいね。その日暮らしさん、カウントとプチ、ありがとうございます。ありがとう、よしんこと、ありがとう、ありがとう。ピルクルフル、ありがとうございます。ありがとう、今日はフルって。真夏の太陽、真夏の太陽、大好きな君と一緒に追いかけて行きたい、僕らの恋はきっとそこに、ずっとそこにあるから。ありがとう。ピルクルのフル、やめてないよね。ありがとう、今日もありがとうございます。おばばさん、尊い、ありがとう。昨日のラジオすごい面白かった、本当ありがとう。イズキを聞いてくれて。アリスさん、フルありがとうございます。アリスさん、カサゴは大阪では、ガシラと呼んでます。ガシラ、全然違うね。宇和島あたりでたくさん釣れたが、ホゴって名前で呼ばれてた。あ、そうなんだ、リュウさん。ホゴは私も聞いたことあるな。タイチョウこんばんは、ありがとう。今日くまモンライブ行ってたら、顔撮るポーズがめっちゃ可愛かった。え、なに、くまモンライブ、しかもめっちゃ気になるんだけど、それくまモンライブとは。ぬくもりさん、セミ、ありがとうございます。今日も、あ、ムラチン、花びらたち、ありがとう、たくさん。浅はかのヒーローさん、カウント、いらっしゃい、ありがとうございます。わ、本当、ゲーセンで同じようなお馬さんのぬいぐるみ見かけました。あれ、同じじゃない、それ、多分。どうなんじゃろ。
同じ子。隊長セミ、ありがとうございます。くまモンがメロンの季節と言われて初夏メロンというケーキを食べましたよって。え、そこに打てるの？初夏メロンケーキってめっちゃ美味しそうじゃん。あおちゃんさん、よしんこ、ありがとう。ゆうじさん、カウント、ありがとう。がっくんさん、いらっしゃい。プリードリンク、なんか誰かにもそれおすすめされたな、美味しかった。隊長レインボースター、ありがとうございます。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。早く言うのが早口だからね。早く言ったら難しそうだな。隊長、花束、あ、じゃない、ブーケか。ありがとう、ブーケ。ポンさん、ハート、ありがとうございます、嬉しい。あ、新一フル、ありがとうございます。ありがとう、新一、今日もそうだね、カサゴティは OK だけど生のカサゴ送ってこられる方はでも相当パンチ効いとるよ。猫さん、カサゴですって送ってくれるって。よっちさん、こんばんは、ありがとうございます。そうなの、そうなの、めちゃくちゃでかいね、カサゴ釣ったんだよ昔。カサゴの日本記録、いや、そうなのかな。いやでも絶対私ね、長老釣ったと思うよ。もうその辺、その岩の主ぐらいは釣ったよ、ほんまに。辰野倉さん、こんばんは、ありがとうございます。海の底の携帯もらっていいって、いいよ。いや、ほんまに申し訳ない、海の底に沈んどる携帯さん、すみませんどこにあるんだろうな今、流されて流されて。一個はね、午後島で落としたんだよね。どこ行ってるんだろうね。お、ツッチー 0.5 週、ありがとうございます。今週のハンパナイト再放送まで見逃しちゃったって。あ、ほんと、後から TVer で見れるかな。いつもありがとうございます。メイジンさん、よしんこしてもらってありがとう。タツノクラさん、いらっしゃい。マミシバさん、フル、ありがとうございます。ありがとう。アーニュのマデンでヒーニャを知ると世界が平和に。ヒーニャを知ると世界が平和にヒーニャピーナッツが好き。ヒーニャって、ありがとうございます。ようちゃん、カウントありがとう。竹山内とか竹だけオリジナルのゲームとか遊びってある？ない、ないと思う。なんだろう、なんかよくゲームをしたりはするんですよ、スイッチでね、母とマリカしたりとか。あの、あれなんだっけ、あの爆弾を落としてくやつ、なんだっけあれあれ母が好きで、なんか何回かやったけど、昔からあるやつ、あれもね、やってました。そうなのよ、おばばさん、ほんと環境に申し訳ないことしてるわけよ、ほんとに申し訳ない。あんちゃんさん、カウントとセミ、ありがとうございます。カサ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 ゴ、そのカサカサはなんか嫌だな、ポップマスターさん。アンジュビオレさん、可愛い声ですね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。は、アントワヌさん、ありがとう。カサゴ好きと聞いたのでプレゼントしてくれたって言ってくれた、嬉しいね。結構前に話したことやったんやけど、嬉しいことです。これからたくさん来ます。エイジさん、フル、ありがとう。ありがとう、エイジさん。
何度目の青空か数えてはいないだろう。日は沈みまた昇る、当たり前の毎日何か忘れてる。ありがとう。SAO 新作映画って出るんだっけ。うぞーロッピーさん、いつからだろう、楽しみだな。かんちゃんフル、ありがとうかんちゃん、嬉しいですね。公開日未定なんだ。なのに前売りしてたの、すごいねそれ。虹色さんもほぼフル、ありがとうございます。今日も50個行方不明ひなほは見失わないって言ってくれた、大事、ありがとう。ゆきんぼさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます、嬉しい。ゆきんぼさん、カジラって言うんだ。村ちん、煮付けが美味しいよ、だって。おい、あ、食べたことある、美味しいよね、めっちゃ。カジラだっけ外見がひどい魚ほど美味しいっていう、あんこね、確かに美味しい。昆布鯛も美味しいよね。ユッキーさんフル、ありがとう。ユッキーさん、生き物係さんのありがとう。ありがとうって伝えたくて、あなたを見つめるけど、繋がれた右手はまっすぐな思いを不器用に伝えてる。ありがとう。ムラピーさんフル、今日もありがとうございます、嬉しい。ジップさん、ひらがなのありがとう、いらっしゃい、ありがとうございます。ひなひなさん、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとう。即答店さんフル、ありがとうございます。即答店さん、今日もキュルンキュルン、私、ありがとう。キュルンキュルンやったらよかった。派遣アニメを皆さんに見てもらいたい。お、それめっちゃおすすめしてくれるね、ブマスターさん。見たいね。ドラマ、アニメ、映画。奈良市のじゅんさん、こんばんは、ありがとう。ムラチンフル、ありがとう。今日もありがとうございました。いってらっしゃい。ありがとうね、今日も。あ、くまモンが30分間踊るというライブがあるのね、隊長。それ熊本でしか見れないみたいな感じ？めちゃ気になるんだけど。バッキバキな踊りってこと？くまモン。サカピーさん、フル。今日もありがとう。人生唯一のバイトが魚屋さんの魚屋の定食屋さん。すごい。何、魚を主に魚系の定食を売ってるってこと？すごい。しかも3年ほどってすごいね。たくさんフル、ありがとう。たくさん、今日も嬉しい。鳥ちゃんさん、いらっしゃい。やっくん、ロビーズさん、ありがとう。ロビーズさん、ありがとうございます。マイマイさん、嬉しい、覗きに来てくれてありがとうございます。あら、嬉しい。マイマイさん、ナオさん、ニーサンさん、フル、ありがとう。今日もお昼はカルストで和牛焼肉食べた。お昼、おひなのお昼、おひなのお昼はね、あ、おひなのお昼は今日は母とマックを食べましたマックを食べました、美味しかった。マッコって美味しいな。ラジオで言ってた。デスト、それ難しいよ。デストロイ、じゃーんよ。もうあれは電話、私、ナオさん。
奈良市のじゅんさん、カウントありがとうございます。そうなの、ひろくん、2台海、海底で塩漬けになってます。本当にこえぽんさん、フルありがとう。今日もあれ、太鼓の奥間いただいた、ありがとう。誰だろう、むらちん、いただいてた、ありがとうございます。ありがとう、太鼓の奥間。あ、なんかひよこここに置いたままだったわ。ちょっと出現、ロビーズさん、あのお花のやつありがとう。お花のクマのやつ、パパパありがとう。ロビーズさん、やっくん、かのうさん、だるまレンジャー、こてありがとうございます。ポンさん、ハートありがとうね。のぶさん、流れ星ありがとう。猫さん、猫に小判ありがとう。こえぽんさん、音符。おしつりさん、だるまありがとうございます。おさぴーさん、チェリーありがとう。にじいろさん、たくさんハートありがとうございます。わーい、あ、たくさん、さくらんぼめっちゃいただいてありがとう。10個もサイリウムもありがとうございます。小判もありがとう。小判たくさん、だるまレンジャーたくさん、コテありがとうね。タコさん、ナオさん、リーサンさん、はぁ、あ、尊い新しいやつと似合うもありがとう。10個もヨウちゃん、結婚してありがとうね。ヒデユキさん、音符に流れ星ありがとう。おしつりさん、小判ありがとうございます。あ、ノブさん、あのおは、クマのお花ありがとうございます。ありがとう、10個もいただいてる、ありがとう。とワンガンさん、太鼓のクマいただいてた、ありがとう、ありがとうございます。太鼓です、たくさんいただいてありがとう。お、土、おやすみ、今日もありがとうございました。今日もありがとうね。SO さん、こんばんは、ありがとね。てるてるさん、フル、ありがとうございます。ありがとう。今日もちょっと一回この辺まで、どこまで読んでたっけ。こえぽんさんのフルは読めてたか。こえぽんさんフル読めてないか。ありがとう、もう一回言うとこ。ありがとう、こえぽんさん。へいへいさん、かわいいですね。何しよったっけ。あ、ひーにゃ、ありがとう。かのうさん、奥様もフルありがとうございます。今日もありがとうございます。今までで一番の大物の魚ん、魚とサイズ、なんだろう、大きいのはチヌかな、あ、ウマヅラハギかな、一番大きいのは。何センチだっけ、結構大きかった気がするな。あ、違うわ、コブダイだ。コブダイが一番大きいんです、今まで釣った中で。どんぐらい、こんぐらい、70、こんぐらい、ほんとこうやってして、あ、それは写真あるわ、写真あります。これラジオで見せたいけど、また音声が切れたらあれなんよなって思ってさ。あ、そうみんなありがとう。ボンバーマンです、ボンバーマン。ボンバーマンを一時やってたぞ、母と。爆弾投げ合うやつ。母は爆弾落とすのが好きなのですか。そうよ、ほんと容赦ないから、私じゃない、母。私さ、そんなボンバーマン全然慣れてなくて、ほんでもう、わーってなっとる間にもう周りはもうないよね、ほんとに。もう、あーってなってる間に飛ばされるんだけど、私ほんとにやばいやばい、気づいたら飛ばされてる。あら、大工さん、電波大丈夫かい。
園原大佐さん、スパイファミリー漫画しか見てないよね。頭の中のアーニャひなほさんになってくれとんの嬉しいね。マサさんいらっしゃい、ありがとうございます。お、カルピスリンゴ酢美味しいよね。ありがとう、ありがとう。あ、大工さんカウントとフル、ありがとうございます。どうもありがとう。あら、また歌わせてください。ありがとうございます。板の、あ、また間違えた。坂野さん今日もありがとうございます。松屋さんかな、こんばんは。ありがとう松屋さん。お、ゆきんぼさんはショールーム始めて6日目、でもコメント全然できとります。ありがとうございます。ゆきんぼさん、ドワーフさんいらっしゃい、ありがとうございます。今夜のお供はプレミアムの濃いパインサイダー。あ、セブン？あ、それ見かけた。まだ買ってないけど、美味しいですか？今度カサゴ釣ったら白繊にして T シャツにつけて送るなり。え、どういうこと？白繊ってなんだっけ？え、なんかハイデってことですか？え、やばくない？これも。おやすみ。ありがとうございます。え、ボンバーマンは小学4年生のクリスマス前に発売？35年以上前。長老やね。かなりの。ボンバーマン。35年。マサさん、プチ。ありがとうございます。明日も、あ、お仕事お疲れ様です。明日も頑張ってね。よしんこ。頑張ってねー。プログレッシブ、え、誰のやつだろう。ロッピーさん、新しい人が出てくるやつかな。ソードアートオンラインのやつ。小説家さん、まーちゃんいらっしゃい、ありがとうございます。くまモン30分踊ったら倒れるよ。え、倒れるの？てか暑いよね。確かに30分も踊れないか。くまモン痩せちゃう。確かに30分踊ったらね。え、小説家さん、いい、大丈夫ですか？お大事ね。なんだろうか。こんばんワンパイだって、さとゆさん。こんばんワンパイ。ありがとう。ね、え、飲んでた？ふのぴー、スタバメロン。嘘、しんいち。ほんと、あまとうさん、ふる。ありがとうございます。ほ、いやの小引き。矢のかずら馬車ゆらゆら揺れど、主の手を引きゃ怖くない。ありがとう。これ実はイヤの小引きの2番です。ありがとうございます。とろけるさん、セミ、ありがとう。とろけるさん、カリタン一周、ありがとうございます。トゲフル、ありがとう。トゲ、ありがとうございます。釣りの師匠はおじいちゃんですかって。いや、釣りはね、高校生の時にクラスというか、まあ、学年で流行った時期があって、釣りが。でも一人で行ってる子もいたし、なんかほんとクラスの半分ぐらいで一斉に行ったりとか、クラスのみんな仲良かったから行ったりとかして、そこで好きになったよね、ちょっと。でもそんなにね、なんか詳しいわけじゃないけんね、なんかたまに釣り釣ったりするのが好きなだけで、楽しいなと思いますけど。釣り楽しいよね。ストンコさん、フル、ありがとう。ストンコさん、今日もありがとうございます。わ、コウジさん、すごい、コーラとダブチ食べましたかって。その通りです。あ、ファンタグレープでした、ごめん。でもダブチ食べました、コウジさん。コバキンさん、こんばんは、ありがとうございます。え、スラムダンク公開されるの？ポップマスターさん、
へえ。ひよこちゃん復活しました。しんいちありがとう。うんさんいらっしゃい。ポチャッコ好きですかって。あ、ポチャッコってなんかあのこんな耳の可愛い子だよね。最近知りました。可愛いね、ポチャッコって。バーガーキングっていたことないよね。あ、遠征行った時にいたかな、バーガーキング。こっちにないんだよね、ゆいさん。あきえもんさん、ふるありがとう、今日も。広くて狭い街だから、どこにいても何をしてても君のこと思い出す。ありがとうございます。私は携帯ではなくサングラス2個海底に落としました。あ、でもあるよね、かけてたらね。てか入れてたりね、ポッケに。そうだよね。ジージフル、ありがとう、今日もジージー。リュウさんもフル、はい、ありがとう。リュウさん、前の携帯海に水没、今のスマホ推しの写真あるから、仕事中は携帯不携帯携帯不携帯、いいね。一緒だね。でも海に水没。ゾウさんさんいらっしゃい、ありがとうございます。そうなの、石高さんめっちゃ絶望よ、海に落とすの。しかも拾えたとしてもね、もうなんか水が塩水、海水だからね、ほんとダメになるんだよ携帯が。そうなのよ。おさぴーさん、ワンガンさん、フルありがとうございます。今日もありがとう。あ、本当はワンガンさん、え、見たいな、メロンフラペチーノ飲んだってツイートしてる。6分かい。ようちゃんフル、ありがとう、ようちゃん。千本桜、千本桜、夜に紛れ君の声も届かないよ、ここは宴儚の檻、その暖冬台で見下ろして。ありがとう。ひまママさん、ずっと応援してます、頑張っていきましょう。だってありがとうございます。しょい、ありがとう。コブダイ顔が怖いのって確かに、ちょっとね、ように見たら可愛いけどね。そうよ大工さん、あの時あの美少女クエストの時のタイはもう我が物顔で、あれタイ釣ったのみたいな言おったよね。もう申し訳ない、本当に隣の人が釣ってくれただけやのに。でもあのタイ本当すごいよね、83センチぐらいあったよあれ。そうそう、逃げ場なく爆弾置かれるやつ、本当に。いや本当本当よ。アントワヌさん、フルありがとうございます。ありがとう。カサゴ T シャツ着て配信する、ひなぷー夢見る、あ、ひなぷー見る夢叶いました。本当、あ、スクショしますか。これどうしたらいいんだろうね、これ座ったらいいのかな、この上にして、よっこいしょ。カサゴ T シャツこう見えたらいいんですけどね、これどうですか。私がもうちょっと後ろ行って、え、あれこれちょっと全部映ろうと思ったら難しいな、カサゴが。どうですか。いや、ほんま可愛いわカサゴ。
しょ。ありがとうございます。コブダイは子供の時は全部メスで、その中で大きく育った子がオスになるって。へえ、そうなんだ。さかなクンが言ってました。へえ、じゃあオスだったのかな。ぬくもりさん、お風呂だ。ありがとう、ぬくもりさん、嬉しいです。私はひなほちゃんも好きだし、ひなほちゃんのお母様とも結婚したいのね。それどうなる？どっちもってこと？体調フル。ありがとうございます。体調、今日はイタリアワインの日なんで、可愛いルネッサンスポーズ。え、そうなんだ、ワインの日なんだ今日。あれ、私、あ、コップ、あ、あのワイン、このコップ持ちながら、じゃあカーン、ルネッサンス。ありがとう猫さん、フル。ありがとう猫さん、今日も。神田カンタさん、いらっしゃい、ありがとうございます。おお、なおさん、よしんこ、ありがとうございます。かずやさん、こんばんは。ありがとう、かずやさん。アラブのライオンさん、よしんこ、ありがとうございます。ペローティーさん、今日もありがとうございます。嬉しい。タツノクラさん、フル。ありがとう、タツノクラさん。きなこいしさんも、ありがとうございます。あ、届いてないです。あ、届いてはいるのかな、受け取れてないだけかも。きなこいしさん、本当だね。そうか、デザインされた方、モデル兼社長の女性。え、すごっ。そうなんや、麻雀が好きってこと。ポップマスターさん、フル。ありがとう、ポップマスターさん、今日もありがとうございます。しんごさん、こんばんは。ありがとう、しんごさん。竹山めいちさん、フル。ありがとうございます。ありがとうね、フル。俺もひなおちゃんに釣られてる、ポップマスターさん。ほんまに？明日ファンタグレープ飲もう。そう、久しぶりに飲みたくなって、美味しかった。お時間？ほんとじゃん、ありがとう。かわちゃんさん、こんばんは。時間ありがとう、みんな。おかむさん、フルー。ありがとうございます。さっきの手の広げだと何センチくらいかなって。でもひなおちゃん顔小さそうだからよくわかんないや。手だとこれぐらい。まあこれ持って、まあこれがでもどれぐらいの大きさかわからんもんね。うん、難しいね。まあこれの胴体ぐらい。どんぐらいかな。どうだろう。あ、甘党さん、バーガーキングでも四国水族館の近くにあったんですね。あれ、行ったのにわからんかったな。そっか。トキキさん、こんばんは。ありがとうございます。サトイさん、プチ、ありがとう。こそっとプチ言って。ハラメタルン、フルー。ありがとうございます。ハラメタルン、なんでバキを見始めたの？格闘技好きなの？いや、もうめちゃくちゃバキ流行っとるって聞くけんさ、なんか YouTube とか見てても、なんかバキのネタでなんか笑わせてくるやつとかあるんだけど、読んでないからわからんのよね。でもそんだけ有名なんやと思って、バキが読んでみようかなと思って読んでみたんだけど、あ、まだ全然あれやけどね。かっこいいね、ほんと。しかもハラハラするわ、見てて。神田カンタさん、カウントありがとうございます。お、ゆきんぼうさん、嬉しいね。歌もうまいし、コメントも聞きやすいですって言ってくれてる。ありがとうございます、嬉しい。よっこさん、こんばんは。プチ、ありがとう、ありがとうございます。
牛若丸さん、ちょっとお久しぶり、ありがとうございます。確かにいろいろ増えた。ひよことか馬とか増えたね。たいしくんさん、いらっしゃい、ありがとうございます。そう、ほのぴーね、ツイートしたみたいやね。どんなやつだろう、美味しかったんかな。こうとくさん、ありがとう、こんばんは、ありがとうございます。お、かずさまさん、ありがとう、ありがとうございます。おかえり。わかいさん、こんばんは、ありがとう。目がそっくり、これ目がそっくりだって。ひなおちゃんが着てるとおしゃれに見える。ほんと？でもこれほんとね、可愛いからね、着たいよね、普通に。そうなのよ。兄貴さんと山内さんと打ちながらいろんなバンドの話したい、青柳さん。いや、ほんと良きでしたよ。何回かね、そうなんや、歌いしてもらったけど楽しかった。たかひろ、こんばんは、ありがとう。たかひろ、まささん、セミ、ありがとうございます。いつか未配信やる予定ありますか？今んとこないけど、やりたいね、夏とかね。夏にね。くまのこ、はい、いっと、こやけで、はい、ありがとう。F ウォルフさん、 2.7 週、ありがとう、たくさんいただいて。仕事目、あ、仕事中、お疲れ様、ウォルフさん。あらら、ありがとうね、たくさん。よっこさん、こんばんは、プチ、ありがとうございます。お、みつさんは美少女クエストで竹山してくれたんだ。ハルポンも出てたもんね。そうなのよ。おひつりさん、ふる、ありがとうございます。おひつりさん、長浜の鮮魚店にいた小舞台のモブちゃん、モブちゃん、かわいい、名前ついてるんや、かわいい。あのアイドルって言ってた、あの小舞台のアイドルちゃんだった子かな、モブちゃん。最近夜遊びしてないなと思ったら、このルームに来るようになったからだ。嬉しいね、でもそれ、おばばさん、ありがとう。世界で一番カサゴ T シャツ似合ってる、ありがとう。頻繁に着ていくね、アントワーヌさん。お部屋がいつものところと違うのかな。あ、結構いつもここやけど、もう一個あるね、お家の方が。若いさん、プチ、ありがとうございます。帰宅中、お疲れ様。月の人さん、いらっしゃい、ありがとうございます。たーちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。おひな、面白 T シャツ系めっちゃ持ってそう。ハルポンほどじゃないけど、うん、割となんかいただいたものもあるし、面白ってやつも結構いただいたやつが多いかも。着てます。たーちゃんさん、こんばんは、ありがとう。ね、ジョジョ読みたいね、きなこいさん、アニメみたいな。たーちゃんさん、ほんとありがとう。若いさん、カウントありがとうございます。え、乗り過ごした？電車？ノーさん、こんばんは、ありがとうございます。あらら、やばい、27分か。いでまるもとひろさん、今日もありがとう。ドゥ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 、よし、若いさん、さくらんぼ10個もありがとう、すごい。隊長アイス、
じいじ、バラ、ありがとう、たくさん。おばばさん、小判、ありがとうございます。若いさん、におひつりさん、レインボースター。隊長、かわいい。クエポンさん、かわいい、みつも、ありがとう。のぶさん、レインボースター。たくさん、ありがとう。ようちゃん、ありがとうに、花びらたち、ありがとうね。クエポンさんも、音符。おさぴーさん、花束。ありがとう、みつも。お、仕事ったま、最近めっちゃ大変そうやね。お疲れ様、のりたま。しかもお疲れ、のりたまから10個いただいた。ありがとう。お疲れ返し。おひつりさん、ラブレター、キュピ、ありがとう。あまとうさん、おさぴーさん、うま、ありがとうね。いずきゅん、サイリウム。白うさぎさん、流れ星。園原さん、音符、ありがとうございます。いずきゅん、小判、ありがとうね。隊長、ラブレターどうぞ。ありがとう、めっちゃいただいて。まー、あ、ちゃん、バラありがとう。いずきゅん、だるまレンジャー、コテ、ありがとう。おひつりさん、かわいい、ありがとう。わ、そのいずきゅんのあの、クマのお花のやつ、ありがとう、10個もいただいてた。たくさんありがとうございます。りゅうさん、尊い。しんいちも花びら、ありがとうございます。ではお供タイムに行こうかな。今日のお供はあのウィルキンソンのね、炭酸クラッシュグレープフルーツっていうグレープフルーツのウィルキンソン炭酸らしいです。おいしそう。おー、ちょっと色合わせてみたりとかして、いいね、色合いがね。うん、すごい爽やかな香りがする、グレープフルーツの。では、音もある方、一緒に乾杯。すごい美味しい。あのなんか絞りたてって感じの味がするな。果汁エキスが入ってるだけで、果汁は入ってないんかな、多分。どうなんだろう。美味しいよ。でもめっちゃなんか皮のなんか香りもするというか、甘くない、無糖って書いてる。でも飲みやすい。うん、美味しい。絞りたて。確かに果汁入れたらええねんって。これ追いグレープフルーツとか良さそうよ、ほんと。お、孫悟空さん、コメントありがとうございます。こんばんは。ごえぽんさん、うま、ありがとう。ではちょっと、過ぎちゃったのでランキング読みしていくね。ありがとう、今日も過ぎちゃったのに。今日は
今日もありがとう。1885名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。では、では最後一曲歌って終わりたいと思います。ドゥドゥルンドゥン、何でもリクエストしてください。リクエストタイム、よーいスタート。あ、カズ様さんも毎日ありがとう、ファイトやで。キムカズさん、ヨシンコありがとうね。イットンさんもありがとうね。今日もありがとう返し、ありがとうぬくもりさん。ありがとうねー。君の知らない物語。プロローグ。カブトムシ。カミカミカミ、レイリーブルー。裸の心。シスターズノイズ。あ、ゆきんぼうさんフォローありがとうございます、嬉しい。トリセツ。ドライフラワー。名残ゆき。プリテンダー、いいね。タッチ。君の知らない物語。あ、言ったか。残響参加。プレシャス、いいね。レカツようこそジャーパー、いい日旅立ち、学園天国。なんでもないや。上白石萌音さんね。スイートメモリーズ、I love you。ベイビーユは、あなたに贈る愛の歌。君の隣で、グレゴリオ、カレーのチライス、いいね。Don't say lazy、ボーイフレンド。神田川。じゃあ決めますね。プライド、チェリー。名前のない怪物。レオ、カタカナのカズさん、いらっしゃい。一部と全部、気まぐれロマンティック、いつか、きっかけ。よし、決めます。ドゥルドゥンドゥンドゥルドゥルルルーン。じゃあ今日はこれで